続いての方ご紹介をさせていただきます。続いてのアーティストは柳町まりやさんです。札幌を中心にスクールやライブそしてイベントで歌っていただいています。最近ではギターやピアノの弾き語りでオリジナル曲を歌っているということで、今回はですね久しぶりに全曲カバー曲でお届けします。楽しんでいただけると嬉しいですとコメントをいただきました。それではご登場いただきましょう。柳町まりやさんです。お願いいたします。
んにちは、柳町マリアです。高校2年生の16歳です。今聴いていただいた曲はビューティフルという曲です。マリア、このライブ出るの3回目になるんですけど、一昨年も去年も雨降ってたんですよ、めっちゃ。で、今年は、まあ、天気良くもないんですけど、まあ、雨降ってなかったからすごい良かったなって思って、晴れ女じゃないことが証明できるので良かったです。で、実は最近風邪ひいてしまって、今めっちゃ治りかけなんですけど、なんか少し聞き苦しいところもあると思うんですが、頑張って歌うので、ぜひ最後まで聴いてください。それでは2曲目は I don't want to miss a thing です。聴いてください。
今雨降ってきてますか？やっぱり雨女なのかな。3年連続ですね。8月のライブの予定はないんですけど、9月6日にマリアの通ってるスクールで大きなライブがクラップスホールであります。まだ詳しい詳細は決まってないんですけど、マリアのアメブロやツイッターやってるので、柳町マリアでぜひ検索してください。その時は多分というか、ギターや弾き語りもしてるので、違うマリアが見れるんじゃないかなって思ってます。それでは3曲目の曲を聴いていただきたいと思います。3曲目はマリアの大好きなアーティストさんであるメイズの曲です。ワンダーランドという曲を聴いてください。Bye.
ありがとうございました。矢滝町マリアさんによるタノステージを楽しみいただきました。